こんにちは。イエーイ、久しぶり、井上貴之です。5月5日子供の日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のローディーライブコンサートはここ FM 東京レコーディングスタジオに現在来日中のバウアウの皆さんをお迎えしています。久しぶり。どうも久しぶりです。一人で走られてね。このもう15年にバウアウが15年にもなろうかというのに、この番組の出演は2回目であると。そうだよ。そうです。ひとみさんが3回目なんだよ。勝手に1回出てんだよね、俺。そうだよ。なにわのね、あの連中と。なんかね。うん。なにわエキスプレスで。そう。こうさんとかさ、岩見さんとか一緒に。あれが僕最初だったんだよね。そうですね。ねえ。あれがもう4年か5年ぐらい前で、それから一昨年の10月22日にバウアウとしてこの番組に
登場してもらいました。あの時はレコーディングがイギリスで終わって、そうですね、あのバイブというアルバムが終わった後、シングルが、ヘルタースケルタースケルターの時ね、でバイブというアルバムで、それからジャパンツアーの前にこの番組出てくれて、はい、そういうことだったわけですが、はい、約1年半ぶりで、今あのロスに、はい、あの去年のね、9月から LA に移って、っていうのも、まあ、ロンドンでね3年ぐらい活動してきたから、そろそろまたワンステップアップしたいというところで、LA に移って、これからアメリカをベースに活動していこうかなとしばらくは思って、僕はねやっぱりこのバウアーの皆さんにね、もう最大の敬意リスペクトをね敬意を表するところというのはね、やっぱりその非常なプレッシャーを感じながらやっぱりやってこられたと思うのね、まあ、いわば修羅場の連続っていうようなことあると思うんだけど、どう、ひとみさん、その辺は。いや、でも旗で見てるほどねいやいやいや本当は、いや、それはわかるよ、あのよしやったらじゃないかって開き直ればそれは何でもないことだろうし、かもしれないけど、イメージをするときにね、やっぱり外国でさ、こうね、日本人がいないところでやってくるという、こうプレッシャーをいっぱい、もうある意味で極限だと思うんだよね。まあ、でもそのなんていうか、プレッシャーみたいな緊張感をまた自分の中にこうフィードバックさせて、それをやる気にしちゃうっていうかな、まあ、それはそうだと思う、うん、だけどもね、やっぱりあのそういうキリキリの経験をいっぱいしてきて、でなおかつ世界に向かって実績を上げつつ、なおかつこう今トライしてられるわけだから、これやっぱり僕ね、もうそれだけでもすごいと思うよな。でもすごい、みんな楽しんでやってるからね、そんな外さないですいませんだからそんなね、うん、まあ、確かにあるかもしれないけど、でもそれはあくまで無意識の部分でね、なんか意識的に本当やっぱりいいことこうやってね、そうできてるからね、やっぱロックだもん、まあ、そうなんだよな、うん、まあそりゃそうだ、うん、開けるからやめようか俺4月25日にニューアルバム「マウンテントップ」、これがもうやっぱり今まで代表作みたいに皆さん入れ込んでるね、やっぱり、今度のはね本当に僕も一番的いいと思うけど、どう、僕もすごい良いと思うね。ねえ、サウンド面からしてもなんか全て、まあ、すごいわ。まあその辺のことはまたあとゆっくり聞かせてもらうとしても、今回の来日は、コンサートが5月28日の武道館だけだと、はい、いうことで、今日はもう必聴のプログラムであると、ということで、今日はもう演奏時間がいっぱいあるんで、もうおしゃべりはこの辺にしまして、コマーシャルの後バウバウのスタジオ生ライブをマキシマムでたっぷり楽しんでいただきましょう。Move to the mountains, and you've got to live on.
Say goodbye.
でかい、バウアウが生演奏で、もちろん生放送で演奏してくれておりますが、4月25日に発売されましたマウンティントップの中から Move to the Music So Far So Good I've Thrown It All Away と3曲続けてやってもらったんですが、
もうひとみさんが歌ってたり、きょりさんがこうギター弾いてるのと自分みんなと同じつもりでいると疲れちゃったよ一人で力んじゃって気が入っちゃうよね。ねえ、今きょりさんがあのチューニングしてるから、ひとみさんちょっと、はいはい、ベーシストのマークさんをちょっと紹介してくれません？ですね、今まではそのマークが入るまではあのニール・マーレーっていう、はい、元ホワイトスネークのベースがやってたんだけども、でしたよ、ね、それで、彼が辞めちゃってからね、随分あのオーディションやったんですけども、日本でも随分何十人もやったんですけども見つからなくて、で去年 の9月にロスに移って、あのやっぱりじゃあアメリカで探そうっていうことになって、はあ、はい、そうか、で彼がね、How are you? You're talking about you, Mark. You're always talking about me. それで、やっぱり向こうでもやっぱり何十人かやったんですけれども、何人かのプロの人やなんかもやってきたんですけれども、どうもしっくりいかなくて、最後に彼が、彼はオールドハンドプレイなんでしょ？そうですね、うん、で割とあのやっぱりどうしても僕たちヘビーメタルバンドっていう風にカテゴライズされちゃいますけど、彼は割と本当にいろんなポップスとかね、あと彼が好きなバンドとか聞いたら、あのイネクセスとかカルトとかそういうのが好きだったっていう、でボーカルなんかもやってたらしいんですけどね歌いながらベースを弾いていたという、何を言われてるかさっぱり分からないから、キョトンとしてよろしく、あ、read my lips。 あ、T シャツにあの私の唇から読んでくれと、ということで一つよろしくお願いします。
We'll be right back.
走り回りたくなる、テルミインザナイトブラックアウト、以上3曲続けてやってもらったわけですが、昨年12月からロサンゼルスの A&M スタジオでレコーディングされたマウンティントップ、このプロデューサーが、ボブ・エズリンという人なんですが、これがピンク・フロイドだとかキス、アリス・クーパー、ピーター・ガブリエル、ロッド・スチュアート、ベルリン・カンサス、イエスのトレバー・ラビンと、こういう人たちを手掛けられた大変なプロデューサーだよね。そうですね、僕なんかやっぱり十何年前からね、本当彼の作品ファンで、はい、本当いつかできたらいいなと思ってたんだけど、まさかこんなにね早くっていうか突然彼と仕事ができるとは思ってなかったですね。なんか本当にプロフェッショナルなんだってね。そうですね、なんか天才っぽいっていうかね、すごいやっぱり回転早いし、なんか自然な形でいつの間にかなんていうかな、引き出されてるっていうのかな、いろんなアイデアを。じゃあいろいろこうした方がいいとかこう思うとかっていうのがあるわけですよね、うん、だ具体的にね、なんかこれをこういうコードとかそんなんじゃなくて、ここは気に食わないんだけどみたいな、なんかさりげなくそういうだけでなんかどんどんアイデアが出てきちゃうような、なんかそういったなんかビジョンがはっきりしてるんだ、うん、それははっきりしてますね、ね、うん、まあまあ彼が引き受けた背景にもやっぱりこの技術や、それからタフなサウンドという言葉を使うよね。あ、そうですね、ね、そういったものがもう世界の、ランクに、レベルだという、まあ、こういう話するとすぐにニヤニヤして巨人さん恥ずかしそうにするんだけど、まあこういうね、うん、人たちの、まあ、思い入れもまたすごいし、実現しちゃったことがまたすごいよね。そうですね、ね、うん、でマウンティントップっていうのはまあ大体なんか話、あのタイトル、うん、ね、やっぱりボブと最初に会った時、このバンドを聴いてみて、このバンドにはやっぱりそのさっき言ったタフさとミステリアスさみたいなのがあるって言って、それでこれ僕がちょっとボブにこのアイデアどうかなと思って行ったんだけども、山っていうのはなんかすごい神秘的な部分と、やっぱり人間の力なんか及ばない、なんていうかな、すごいタフな部分持ってるでしょ、だからその辺でやっぱりマウンテントップっていうのはすごく表してるんじゃないかなと思ったんです。それじゃあそのマウンテントップを聴いてみましょう。Bye.
バウアウの皆さんを迎えてお送りしました今日のローディーライブコンサート、いかがでしたでしょうか。山本さん、今日調子はどうだった。あ、まあこんなもんかなみたいな。はい、ギターの山本恭司さん、それから、ボーカルの瞳元気さん、はい、まあこんなもんでした。そして、厚見礼儀さん、キーボード。マイクドラムが新見俊彦さん、はい、どうも。そしてベースがマーク・D・ゴールドさんね、というメンバーでやってもらったんですが、まあでも4月25日も発売されて今日がまだ10日目ということなんですけども、あ、そうですね、このマウンテントップ、制作前段階で、はい、リプロで6週間かけてやられたなんて。そうですね、2割で一番時間かけてやったから、それはレコーディングにもね、その前 の, プリプロダクションにもすごい時間かけたから、本当に良い作品ができたと思います。5月28日日本武道館へ行きましょうということで、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。それではこの辺でご案内は井上貴之でした。